で、今日はね、ちょっとマイクラ配信をしながら、そろそろティア分けの方をやっていきたいなと思っておりまして、A プラス A、A マイナス何人に分くするべきか問題、すべきか問題あるじゃないですか。僕ちょっと今日それを、とりあえず今現時点これでいいかなっていうのを決めてきました。A プラス5人でいいかなと。それで A が10人。A プラス5人、A10 人。で、A マイナスが、A マイナス迷ってんだ。15人か。25でもいいかなと思ってるな。そう。A マイナス俺25人ぐらいいてもいいかなって思ってて、だからトップ40。トップ40がティア A ですね。で、トップ、その41以下から B プラスかな。いや、タイプ別じゃなくて、もう全選手で。ってなった時に、じゃあ現状、今年の A プラス誰なんだっていうね、話になってくるじゃないですか。だからちょっとね、その5人をまず聞きたいですね、皆さんに。ゲーム配信の時は自分の意見よりもちょっとリスナーさん意見メインで考えておりますので、まずは何事も全部リスナーさんから、リスナーさんに聞くところから始まります。ポジションでティア数数えるのは、あ、それもね、だから別途作ってもいいかなと思って、そのポジションっていうか、タイプ別にしてティアを A プラス A、A マイナスみたいな。言ったらラジコン界での最上級もいるわけじゃん。でもラジコンっていうだけでも A プラスには俺の中で絶対ならないんだよね。とんでもないことが起きない限りは。だから、個人的には、ラジコンの中での A プラスっていうのも考えるべきかなと思っておりますが、とりあえず今日のメインテーマは、全選手の中で最強枠は誰なのかですね。ヤニス、エンビード、ドンチッチ、カリー、ポール・ジョージ。おー、ポール・ジョージ入るのね。ドンチッチ、ヤニス、ヨキッチ、テイタム、ジャモラント。おー、ジャモラント入るんや。ドンチッチ、ヤニス、テイタム、ヨキッチ、カリー。ポジョじゃなくてやっぱテイタムね。オール NBA と同じ問題になんねえか。エンビード、ヨキッチを比べるのはどうかと思うよな。あーね。でも、オール NBA だとあれじゃないの？センターのポジションは一つしかないから、どっちかが漏れちゃうっていうのが問題なわけでしょ？エンビードとヨキッチどっちか漏れちゃうよねみたいな。個人的には全選手の中で考えてるから、センターが何人になってもいいと思ってるし、全員ガードでもいいと思ってるし、とにかく最強5人。条件はもう最強かどうか、もうただそれだけ。超単純に、もう順位とかも関係ない。まあでも強かったら順位も上だよねっていうのは、まあなんかありそうな気もするから、その全部が関係ないってわけじゃないけど、ただ MVP みたいになんかめっちゃ強いのに、でも順位が低いから MVP なれませんみたいなのは、まあ、俺のティア分けではそこは考えなくていいかなと、とりあえず思っております。ルカ、テイタム、ヨキッチ、ヤニス、エンビード、ドンチッチ、ステフ、モラント、ヤニス、ヨキッチ、ヤニス、エンビ、JT、ジェイソン・テイタムね、ドンチッチ、ヨキッチに最強5人なら KD、ヤニス、カリー、ヨキッチ、レブロン。おー、ステフ、ジェイレン・ブラウン、ルカ、AD、エンビ。おー、ジェイレン・ブラウン入ってくるね。あ、来た。よし。秒速で寝よう。俺のばあちゃんばりに寝るの早かったわ。俺のばあちゃんの睡眠時間、夕方の4時とかだからな。カリー、ルカ、テイタム、ヤニス、ヨキッチ。まあ、少なくともドンチッチはもう絶対入りそうだね。もうみんなの中で確定してるのはおそらくドンチッチだね。で、個人的にもドンチッチは入ってますね。トップ5に。で、ヤニスも多分みんな一致かな、基本的には。で、ヤニスも入れるってなると、ドンチッチ、ヤニス確定で、あと3人の枠が誰になるかっていうことですね。まあ、じゃあちょっとみんなの意見を、聞いたので、まあ、個人的には、3人目はステフィン・カリーですかね。で、俺4人目が、ヤニス、カリー、ドンチッチ、ヨキッチかな。で、5人目僕はテイタムですね。テイタム、ヨキッチ、カリー、ヤニス。カリー、ヤニス、ヨキッチ、テイタム、ドンチッチ。だからポイントガード、ドンチッチ、シューティングガード、カリー、スモールフォワード、テイタム、パワーフォワード、ヤニス、センター、ヨキッチかなと。どうでしょう。まあでも大体、まあ、基本こんな感じじゃないかな、みんなの中でも。どうですか、ビンゴ。お、俺と一緒だった、ミッキーさん。いや、 KD よりもテイタムでしょ、もう。いや、俺もそこね、結構自信持って言える。 KD よりテイタムっていうの俺結構自信持って言えるわ。いやー、今はテイタムでしょう。
ブラウンのミドルはめちゃくちゃすごいと思う。どんな体勢でも決めてくる。確かにね。ただレイカーズ vs セルティックスの試合見た？みんな。あの試合すごかったよね。ジェイレン・ブラウンのどんな体勢からも決めてくるミドルシュート、それをウェストブルックがオーバータイムでブロックして自分で速攻でレイアップ決めたやつ。あのウェストブルックすごかったよな。お、ここに動物が、炎がないと生きていけない。ばあちゃんがそう言ってた。出かけるときはスイカと松明だけは必ず持っていきなさいって言ってた、ばあちゃんが。スイカさえあれば電車も乗れるしな。ジュースも買えるし。あと松明ないとな、動物入れねえからな。安定性で言えばテイタムよりブラウンの方が、あーね、確かにそれはあるかもね。でもなんかテイタム、俺 KD がいけなかった、なんか選手としての限界値を突破した気がするんですよね。まあ理不尽なシュート力で言ったら KD の方が1枚上手だとは思うんだけどさ、なんだろう、俺オールラウンダーで多分一番スキルフルな選手ってきっと今テイタムなんだろうなっていう。だから KD にはできなかった、自分の身長、手足の長さがあるから別にスキルにこだわらなくていいっていう部分、そこを徹底的にテイタムはこだわって、なんかまぐれじゃないシュートをちゃんと自分で選択できるように、シュートが外れたとしても少なくとも相手との1対1駆け引きは、必ず勝てるようにっていう気持ちがねすごい伝わってくる。で実際それを本当に実行できてるっていう。だからなんか KD の1対1ってさ、どっちかっていうとなんだろうな、相手との駆け引きは負けてもいいから別にシュートが決まれば何でもいいみたいなさ、そういう感覚が俺の中ではあるんよね。でもまあ確かに KD だからそれが成り立つっちゃ成り立つんだけど、それが彼のすごいとこなんだけどさ。でも結果ね、それで去年のプレーオフはジェイレン・ブラウンとかテイタムに防がれてしまってターンオーバーもめっちゃ増えたから、テイタムはきっとそういうのがね、相手がバックスだろうとウォリアーズだろうと、そういうのがきっとそんなに今後は起きないと思うかな。まあ、去年はねファイナルで VS ウォリアーズで、まあ体力切れっていうのもあって最後の方はなかなかうまくいってなかったけど、 KD もヤニスもじゃんけんで相手殴ってるもんね。確かにテイタムってダメなら無理に攻めないから、たまに一桁の点数の時は、たまにはハレさんのプライベートの話聞きたいです。プライベートの話はね、ちょっといろいろありますね、話すことは。けど話していいのかどうかがね、ちょっと分かってなくて、今ちょっとみんなには別に内緒にしてるつもりはないんだけどさ、結局彼女と別れてからあれからどうなったのかみたいなさ、でもみんなにはまだ何も言ってないし。お、 B リーグ関係のお仕事はどうなりました？ B リーグ関係っていうとちょっとなんか大げさなんだけど、まあその話もおいおい、まあそれ A ランクの話をしたいんですよね。それでは続いて A ランクを教えてください。 A ランクは、上限10人までです、僕のティア分けだと。5人は俺の中だと、再度言いますと、カリー、ヨキッチ、ドンチッチ、テイタム、ヤニスでございます。続いて A ランクですね。これ10人ってまた絞るとね、なかなか悩ましいよね。リラード、シェイ、AD、ブッカー、エンビード、うん、ジミー、カイリ、エンビ、KD、カワイ、PG、ブラン、シェイ、レブロン、AD、リラード、ザイオン、オラント。あ、やっぱ分かれるよな、10人ってなるとね、急に。ちなみにね、 A ランクも俺まだ決めてないっすね。さあ、ゴベア A に入るんかね、どうなんでしょうね。その辺も意見が分かれるところでしょう。カワイは一旦外したい、確かにその気持ちも分からんではない。カワイはハーデン今シーズンまだ12試合しか出てないんだね。デズモンド・ベインも12試合、リラードが14試合、もうすでに27試合ぐらいあるのを考えると12試合は全然出てないですね。本来ならカワイエは A プラス。でもカワイ A プラスだとすると誰抜かすことになる？テイタム？テイタム抜かしてカワイレナード？ハリバートンね、はいはいはい。ハリバートントップ15入ってくる？まだ早いんちゃう？個人的には A マイナスもギリ入るかどうかだな、ハリバートンは。アリバートアシストするね。まあそうね。ただやっぱ、俺アシストがあんまりさ、評価基準の中でも優先順位高くないんだよね。っていうのも NBA のアシストってめっちゃ緩いからさ、パスしてからドリブル2回ついたとしてもそれアシストになっちゃうから、
それってどうなんだろうってちょっと思ったりもするんだよね。新アワードトロフィーについて、それはちょっとニコラスたけしに聞いてくれ。俺は何もわからん。そもそもトロフィーが新しくなるっていうのね、今日のニコラスの動画で初めて知ったわ。で、A ランクは、誰だろうな。まあ、個人的にはね、とりあえず AD かな。エンビード AD 確定。で、デビン・ブッカーも確定かな。ブッカー、AD、エンビード。で、KD も確定かな。これで4人でしょ？今の4人、不服ある人いる？ AD、ブッカー、エンビード、KD。ない。ない。あ、そもそも A プラスっていう人はちょっと一旦我慢しといて。少なくとも A マイナスではないっていうところでちょっと同意しておいてほしい。不服ない。ここまでテンプ。まあそうだよね。基本ここまではテンプレよな、多分。問題は残りの6人なんよ。あと気になるのはシェイ、ジャモラント、リラード、トレイヤング、ジェイレン・ブラウン、レブロン、デローザン、カイリー・アービング、ザイオン、シアカムとかかな、ポール・ジョージ。うん、って感じか。まあ、それで言うと、まあ、ジャモラントは入ってくるな。ジャが5人目じゃない？いやー、俺、ドノバン・ミッチェルまだ怪しいんだよな。いやー、でも確定でいいのか、ドノバン。あー、もう確定でいいのか。そうか。ドノバン確定か？ドノバン確定だったらシェイも確定でいい気がすんだよな。レブロン確定させたいけどな。いや、まあ確定でいいよな。レブロンさすがに AA はあるよな。シェイ確定したい。そうやね。いや、なんかな、俺なんでこんなシェイにちょっとなんかあれがあるんだろう。まあ、シェイ確定にしますか。シェイ、KD、ドノバン、AD、ブッカー、レブロン、ジャモラ。これで7だよ。7。俺、カイリー入れたいんだよな。いや、でも今年のカイリーどうなんだろうな。これ7でしょ。ジェイレン・ブラウン入れたいな。8。あと2枠。まあ、あと候補に上がるのはカイリー、ザイオン、デローザン、リラード。カイリー、ザイオン、デローザン、リラード。ハーデン、ジミー、イングラム、タウンズ、ガーランド、ポール・ジョージ。むずすぎん。イングラムより先にザイオンか。やっぱある程度基準が欲しい。ポール・ジョージとジェイレン・ブラウン、どっちの方が上かなんだよな。それで言ったら、ポール・ジョージよりブラウンなんじゃないかな。だ個人的にジェイレン・ブラウン8人目かな。で、俺ビールは入らないんだよな。で、フォックスもまあちょっとお預けかな。で、リラードも、リラードか。リラード超迷うな。リラード入れるなら俺デローザン入れたいんだよな。デローザンにしよう。9人目俺デローザンにするわ。ラスト1枠。ラスト1枠に、いや、個人的にはちょっとジミーもハーデンも入らんな。ラビーも入るわけないでしょ。ラビーも入らんし。最後そうなると、ザイオンなのか？いや、ザイオンなのか？ザイオンかリラードって感じやな。ザイオン一択？リラードとザイオンだったらザイオン？難しいんだよな。なんかザイオンはさ、過大評価しやすいじゃん。わかる？過大評価しやすくない？ザイオンってすげえじゃん。だってもうなんかハイライトがすげえじゃん。インパクトのあれでなんか、だから結局ウェストブルックとかもなんかそれもあるんだよな。 OKC 時代もめっちゃすごかった言うけどさ、なんか覚えてる人いるかわかんないけど、実は全盛期の頃の OKC の試合を実況したことが一回あるんよね。で、その試合もちゃんとウェストブルクが活躍してる試合を選んで、その試合をね、みんなと見たんだよ。まあ多分その時300人ぐらいしか来てなかったと思うけど。で、結果、なんか、あーね、みたいな。こんな感じね、みたいな。なんかめちゃくちゃすげえかって言われたら、なんか今と別にそんな変わる？みたいな。いや、すごかったね。すごかったんだけど、そう、スピードもね、えぐかったし、すごかったんだけど、なんかミスの仕方とかもやっぱり、相変わらずやなみたいなのもあったし、
あ、なんかこれで MVP 取れちゃうんだみたいな感想がやっぱね先に来ちゃったもんだからさ、やっぱそれもインパクトがこう先に先行しちゃってっていうのもあったんじゃないかなみたいなね。だザイオンもそれに、まあ、すごいんだよ、すごくないとは言ってないからね、何回も言うけどすごいんだけど、ちょっと怖いんだよな、そのインパクト勝負になってしまってる気がして。これ今年限定でどっち欲しいか言われたらリラードな気がしてきた。リラードの方が上。あ、難しいなぁ。まあ、問いつつザイオンなのか、両方 A や。それな、そうしたいところなんだけどさ、それを許してしまうとさ、じゃあこいつも A でいいやろっていうのが出てきちゃうから。デローザンがアウトで解決か。なるほど。俺リラードよりはデローザンなんだよな。まあ順位がね、順位だしっていうのはあるんだけどさ。まあでも、そうか。なるほど。いや、だったら、もう俺の中でやっぱザイオンになるかもしれんわ。なんか今、ふと思ったんが、リラードよりは俺デローザンを選びたいけど、でもザイオンとデローザンどっち選びたいって言われたら迷ってる自分に気づいた。ってことは、リラードよりザイオンの方が上ってことなんかな、みたいな。チーム成績か。でもさ、それで言ったらもう27試合ぐらい終わってるのに、リラードまだ14試合しか出てないからね。デローザン26試合全部フルで出てるけど、そこどうですか。結局リラードが出て勝利に絡んだのは9試合しかないからさ、9勝はリラードがいてるけど、カイリーは19試合。だからカイリーあんだけ休んでる感じ出てるのに、それでも一応なんだかんだ19試合出てるからね。だからそのなんか休んでる印象の強いカイリーよりもさらに試合数が少ないリラードを果たしてっていうのは若干感じたりもするよね。カイリー A はない。マジで？俺カイリーはリラードより上だと思うよ。少なくとも今1対1で一番期待値高いのはカイリーですね。ドンチチとかレブロンとかテイタムとか KD よりもカイリーの方が期待値は高かったはず。まあそれが全てじゃないけど、まあ一つの指標としてね。みんな基本的に平均得点が一番上に来てると思うけど。うわ、カイリーって10人に入って、10人に入れたと思う俺、カイリー。多分。入れてなかったっけ？ちょっと待って。もう一回言うと、シェイ、KD、ドノバン・ミッチェル、AD、ジャモラント。これ5人でしょ？で、ブッカー6、トレヤン7、ブラウン8、レブロン9、あれあれ？ちょっと待って、シェイ、KD、ドノバン、3、あ、俺トレアン入れてなかったんっけ、3、AD4、ジャモラ5、リラード6、デミブカ7、ブラウン8、レブロン9、あれ？あ、じゃあ俺カイリーで終わりだわ。カイリーで終わりだわ。トレアン入れずに、トレアン、デローザン、リラード、ザイオン入れずに、カイリーで10だわ。あれ？エンビード入ってない？あ、待って、お、10って狭きもんすぎん？ってことは、待って、エンビード入んのか。そうか、エンビード、シェイ、 KD、 ドノバン。うわ、待って、そう、したらワンチャン俺ジャモラント抜ける可能性あるかもな。俺なんか今シーズンのジャモラントあんまいいイメージないんだよな。ジャモラントよりカイリーの方が上かどうかって、いやー、むずいな。ジャモランとか、いや、今シーズンの俺の印象で言うと、ジャよりカイリーの方が印象はいい。ただ、グリズリーズの試合をめっちゃ見てるかって言われたら別にそんなわけじゃないから。ただ、カイリーの試合を俺めちゃくちゃ見てるよね。カイリーの試合っていうか、ネッツの試合めちゃめちゃ見てるから。だから印象的に、まあ、スタッツ、超純粋なスタッツで見るか、ちょっと。ジャモラントは平均 27.7、 カイリーは 25.3、 ジャモラの方がちょっと高い、45.8% のフィールドゴールパーセンテージ。ただカイリーは 48.3、 スリー、カイリー 33%、 ジャモラントは 35.5%、 フリースロー 74% がジャモラント、カイリーはフリースロー 91%、 アシスト 6.6、 カイリー 4.7。 あー、ドノバン・ミッチェル抜けば解決。あー、それね。それか。それだな。いや、俺、カイリーの何がいいってさ、その、問題を全部克服してるとこなんやな。カイリーの問題、今まで何だったのっていうさ、セルティックス、キャブズで何が問題だったのってさ、独りよがりだよねとかさ、チームプレイじゃないよね、チームプレイヤーじゃないよねとかさ、ハンドリングフィニッシュ力は、ねえ、いいな、もう分かったけど、ガードとしてどうなのっていうところじゃん。で、あとディフェンスだよねって、ディフェンス力なくねみたいなさ。
俺もうそれ全部解決してる気がするんだよな、今年のカイリーって。ポイントガードとしてもさ、まあ俺も何回か解説したけど配信で、クリス・ポールばりのね、パスのタイミングとね、プレーメイクもちゃんとできてるよねっていう話もしたと思うし、で、ディフェンスで貢献してるっていうのもさ、まあ試合見てる人は多分分かってくれると思うんだよね。そう、なんかもうその時点で俺はなんかリラードとかジャモラントよりも、なんかスタッツに現れないところの良さをやっぱ評価してあげたいなって思っちゃうよな。難しいね。ただまあ平均得点でだけで言ったら圧倒的にドノバン・ミッチェルだし、スリーポイントも9本打って42%で決めてんだよな。めちゃめちゃすげえよな。シンプルにマンパワーがすごすぎるわ、ドノバン・ミッチェルは。ってなると、ジャモラントが抜けちゃうんかな。それは誰の試合を多く見てるかで変わるんじゃない？まあ、それはそうなんだけど。それはそうなんだけど、結局さ、その理想で言えば、全チーム全試合見て評価するのが理想なわけじゃん。でもそんなのはもう、100無理じゃん。絶対無理なんよ。だから意見って分かれるし、どうしてもね。俺はグリズリーズの試合を全試合見てるから、お前は見てないから彼の良さは分からないんだ、みたいな。でもじゃあ、お前はカイリーの試合全試合見てるんですか？っていう話になるしね。そこはもうずっと起こる問題ではあるんだけど、ただそれを限りなくこう、そのギャップをね、埋めるためにする行為がバスケを勉強するってことだと思うよ。全試合見なくても、ある程度の試合数だけで、こう、その人の良さ、その選手のいいとこ悪いところっていうのが、わかるかどうかっていうのは、その、ね、見てる側のバスケの知識がどれだけあるかっていう。で、自分のこう唯一自慢できるところがそこぐらいしかないからさ、それだったら他の人のどの NBA ファンよりも負けない自信がある、バスケの観戦力で言えばね。だから結構自分のその、まあ、目を、まあ、信用してるっていうか、もちろんこう疑ってる、常に疑ってるから毎回新しい考えがね、自分の中で出てきて、あ、この考えだったらじゃあ、ジャモラントの方が上なんかな、みたいな。でもこういう見方するとカイリーの方が上だよな、みたいな。っていうのはあるんだけど。でも究極はやっぱそこだと思うんだよね。もう一試合見ただけでその選手がどれだけすげえかわかるっていうのが、俺ら NBA ファンの究極の観戦方法っていうか、なんていうんだろう。で、俺はなんかそこを目指したいんだよ。そのたくさん試合を見ないとその選手の良さがわからないっていうのは、なんかね、多分前も言ったことあると思うけど、それはまだまだ自分に知識がないからっていうことだと思うんだよね。いや、でもシェイどうなんだろう、サンダーだからあそこまで伸びてる、スタッツも伸びてるとも言えるのかな、前のウィザーズのビールみたいに。いや、わかるよ、それすごいわかるよ。結局なんかジェラミー・グラントが MIP 取れなかったのってピストンズにいたからだよね、みたいなのってさ、ニコラスもそれ言ってたし、で、結果ジャモラントが取ったみたいな感じだったと思うんだけど。いや、まあ、いや、シェイすごいんだけどさ、ほんとサンダーがちょっと特殊すぎてさ、マジで、センターが本当にいないじゃん。ストレッチですらないじゃん、OKC って。なんだかんだなんか、センターいないって言われてるチームでも、センターがいないんじゃなくて、そのストレッチ系ビッグマンだよねっていう話だと思うよ。だフォーフォードとかもそうだしさ、ファイブアウト言うけど、やろうと思えばいつでもブルック・ロペスもフォーフォードもね、ポストプレイできるよねっていう。でも OKC ってマジでポストプレイしてくださいって言ったら、もうみんなかたくなに、いや、ごめんなさい、無理ですって、そんなんできません言うて。なんならシェイが一番ポストプレイできるぐらいだからさ、あのチーム。マブスですらセンターいるじゃん。クリスチャン・ウッドとかさ。なんだかんだウッドもまあセンターといえばセンターだよねっていう扱いだと思うんだけど、サンダー・ポクゼフスキーがセンターやっちゃうぐらいだからさ。そう、だから本当にちょっと OKC は結構チーム、30チームの中でも群を抜いて特殊なチームだから、なんかね、難しいなと思う、評価が。チーム事情入れるとウォリアーズとかも難しいじゃん。いや、だから、カリーのすごいところは、あれはだってカリー専用のシステムじゃん。カリーがシステムを操作させたわけでしょ。システムがカリーを育成したわけじゃなくてさ、カリーみたいな選手を育成したいからシステムが先に来てるわけじゃないでしょ。カリーっていう存在がいるから、あいつを生かすために最大限のシステムを構築したわけじゃん。それはだからカリーの凄さでしょ。でも今の OKC のシステムはさ、別にシェイを最大限生かすためのシステムではないと思うよ。シェイが生きるんじゃなくて、
若手みんなが生きるために、生きやすいために、育成しやすいために、やっぱファイブアウトが一番いいんちゃうのっていうさ。カリーではなくドレイモンドとか。ああ、いやそうよ、だからそこは影響すると思う。ドレイモンドはうん、そうだと思うよ。ウォリアーズ以外のチームに行ったら今の活躍は継続できないと思う俺は。でも別にそれでいいんじゃないかな。でも別にリラード、例えばさ、リラードはさ、どのチーム行ってもリラードのままだと思うんだよね。ドンチッチもどのチーム行ってもドンチッチのままだと思うんだよ。レブロンもテイタムも。だから本当にすごい選手ってチームを問わない。てか、その人のチームになるからさ。実際レブロンなんかそうなわけじゃん。レイカーズいようが、キャブズいようが、どこいようがさ、どこ行っても自分のチーム作りになるわけよ。だからすごい選手ってそれができちゃうから。ただ別にシェイはそういう感じにはなってないよねとは思う。全員を育成させるための、させやすい方法がノーセンターでファイブアウトをするっていう。で、そのシステムに、まあ、シェイのスタイルはめっちゃドンピシャだよねっていう。まあ、別にすごいんだけどね。結果を残してる時点でさ、全然すごいんだけど。それで言ったら、でも、ドノバン・ミッチェルの方がすごいかなと思うんだよな。完全なる4アウト1インから、2ビッグ制の、まあ、ストレッチできるとはいえ、それでも2ビッグを採用する、キャブズに来て、それでもなお 340% 超えで平均30点ぐらい取ってみたいなさ、フィールドゴールも 50% って、ドノバン・ミッチェルのチームスタイルに変更したわけではないわけじゃん、キャブズは。でもそれでも自分のスタイルとフィットしてないかったとしても、結果を残せるドノバン・ミッチェルの方が、なんか俺はシェイよりもなんか印象はいいんだよな。KD はチーム合う合わない？ KD はね、チームに合うとかじゃなくて、ヘッドコーチと合うかどうかだよな。多分。別にチーム、選手が誰だろうが関係ないと思う、KD は。若手なんてみんな頑張るしさ。無保証の選手もみんな頑張るしさ。別に渡辺じゃなくても、ストゥルースも頑張るしさ。ダンカン・ロビンソンも頑張るしさ。まあ、っていうのを踏まえると、いや、かといってじゃあ C が A マイナスに落ちるかって言われたら、まあそこは話別なんやな。枠を固定してるのが悪い説ある。いやもう枠を固定しないともう何でもありになっちゃうじゃん。今年は枠固定でいきたいと思ってる。去年枠固定なしの A プラス A マイナスとか決めてって、まあいろいろ賛否両論あって、じゃあ今年は枠決めたろがいと思いまして、 A プラスは去年から変わってないですよね。そうね、ただ少なくなったよ。俺 A プラス多分10人ぐらいいたはず。今話題に全く上がってないけど、クリス・ポールもさ A プラスだったし、カイリーも A プラスだったし、だからジャモラントも A プラスだったよ確か、去年はね。エンビードも A プラスだったし、ほんと10人ぐらいいたから5人脱落、脱落っていうか、まあまあまあもっといたかな、10人以上いたっけ。そうだから、なんか俺選手の評価厳しい厳しい言われるけど、むしろ甘々だったんだ。それで言うとA プラスだけでも10人以上いたんだから、15人ぐらいいたんかな。めちゃくちゃ甘々だったんだから。こうやって枠を絞って考えると、どれだけ自分が甘かったか痛感するよね。エンビード、AD、KD、JB、ブッカー、ドノバン、シェイ、カイリー、ザイオン、デローザン。いや、デローザンは抜けるはず。レブロン入ってないんじゃない？レブロン A ですね。レブロンが A だから、デローザンがそっから脱落かな。KD とカイリーは別タイプの A プラスとか言ってたけど、そういうのなくなった？いや、なくなってないよ。あくまで全選手の中のティア分けをしてるだけであって、それとはまた別にタイプ分けの中のティア分けもするべきだと思います。っていうか、そっちの方が健全。そっちをするべき。カイリーと KD を同じ、評価基準でね、比べちゃダメですね。本来はね。でもそんなこと言っても話は進まんから、全選手の中でっていうのも、まあ、エンタメとしては全然あるよね。だから意見は分かれる。どう考えても。おのおのバスケット感があるし、基準が違うから。それはもう仕方ないですね。だから大事なのは否定しないことです。何事も。こういう議論をするときにね、いえ、それ絶対ねえだろうって言い始めたら、もうおしまいだから。終了。A プラスと A 決まったら固定してほしい。固定欲しいです。あーね。まあ、A プラスはもう決まりましたね。よし、決めよう。もう一回言います。A。ちょ、待って。NB、シェイ、KD、ドノバン、AD、ジャモラ、ブッカー、ブラウン、ジェイレン・ブラウン、レブロン、で、最後にカイリー。はい、決まり。脱落者はリラード、ザイオンかな、結局。リラード、ザイオン、トレイヤングですかね。あと、ポール・ジョージとか。
はい、なので、まあ、じゃあ A マイナス誰になるかって言われたら、リラード、ザイオン、デローザン、トレイヤング、ポール・ジョージ、まあ、この5人は確定ですね。あ、で、カワイ、あ、ちょっと待って、でもカワイ・レナード今シーズンはさすがに A もないんじゃない？カワイ・レナードどうなん？8試合しか出てないもんね。8試合しか出てなくて、3も17%で、フィールドゴールパーセンテージも40%。カワイは無理だろ、これ。平均得点11点なんだけど。カワイはちょっと無理だわ。さすがに入れられんわ。カワイとクリス・ポールは、ちょっと、A マイナスとかが、除外だね。ランクに含めるべきじゃない。除外枠。遊戯王でも除外ってあるでしょ？墓地じゃなくて除外。クリポ河合の話題は出さないようにしよう。クリス・ポールも今だってめちゃくちゃひどいからな。あいつ。あの人、去年49%ぐらいあったのに今年38%ぐらいしかないからな、フィールドゴール。マジで自分で攻める気がさらさらない。平均アテンプトも3本ぐらい減ってるもんね。去年11本だったのに今年8本ぐらいしかないし。13試合しか出てないし、平均10点だし、3も32%だし。クリポはちょっと 完全に省エネモード入ってるから。代わりにデビン・ブッカー頑張ってくれみたいな。ラス A マイナス。いや、だからそれで言うと A マイナスじゃないね。この間ラスの評価何ですかって聞かれた時に、まあ、A マイナスを100まで、トップ100までを A マイナスにするんであれば、A マイナス入ると思うけど、でもちょっと俺決めたから、今年は40人。ティア A は40って決めたから。シアカム、マーカネン、バマあたりは確定でいいんじゃないでしょう。あーね。そうね、アデバヨは確定、シアカムも確定でいいかな。マーカネンは難しいな。ちょっと一旦保留。入るとしてもトップ30から40だと思う。からちょっとまだ決めるの早いわ。だってまだ15人でしょ？16位から30位決めたよね。それで言うと、もっと先に出さなきゃいけない選手がいる気がする。さっき言った5人と、まあ、そこにシアカム、6、もうサイモンズも入れちゃっていいんかな。で、ポール・ジョージ。あれ、ポール・ジョージ言ったっけ？ブラッドリー・ビールも入るんじゃない？エドワーズは保留やな。フォックスも入れていいかな、多分。で、まあ、あと、ジームズ・ハーデン、ジミー・バトラーも確定でしょ？ガーランドも確定でしょ？これでもう10人ぐらいだね。あと15人。俺、でも、マーカネ入れるんだったら、クズマの方が先に入れたい気持ちもあるけどな。ブランソンか。確かに。そう、枠決めるとね、A マイナスでも全然すごいんだよな。ポルジンギスね。ポルジンギスか。いやー、でもあるかな。トップ35から40に入るかどうかよね、ポルジンギスは。いや、ロジア入れるんだったら俺個人的にはポルジンギスとかの方が先入れたいな。ブログドンはひいきで A マイナス入れたい。ひいきなんだ。クラークソン入れてえな。クラークソン入れるのありかもな。マーカネン入れるんだったら俺クラークソンの方が上かもしれん。もしかしたら。シモンズ入んないのか。あ、ベンシモ？ベンシモはギリ落ちるんじゃない？どうかな。さすがにマーカネンの方がいい？ああ、そうか。すごいね。3、マーカネン41%で決めてんだね。フィールドゴールも53%。平均22点。まあそうね。スタッツで見たらまあ、そうか。そうやね。マーカネンやな。マカラムね。マカラムか。入れたいけどね。ポルジンギスとかその辺とどうしよっかってなる感じだと。マキシーまだ出てないね。ケビン・ルブはまあ B プラスあるかないかじゃない。B でもおかしくないけどね。なんで終わろう。まあ A プラスと A はちょっと自分の中で出揃ったので、まあ A マイナスはまた次のゲーム配信の時でも皆さんと決めましょうかね。ウィーレは雑談じゃなくてウィーレとしてみたい。いや、俺ほんと2014年のウィーレだったら俺マジでうまい自信あるから。もう今はもうできないけど、少なくともレートカンスとして日本一になった男だから、こう見えて。ウィーレに人生をかけた男だから。その代償大きかったですね。高校をもう1年やり直すっていう、その代償とともに俺はウイイレ2014でレーティングカンストして日本一を得た。そこで僕は引退しましたね、ウイイレを。マジでやりきった。ウイイレに関してはマジでやりきったわ。本当に平気で毎日8時間ぐらいしてたからな。アーカイブは残る？いや、残んないですね。多分ゲームチャンネルじゃない時のゲーム配信、メインチャンネルでのゲーム配信はアーカイブに残ることはないと思います。なんかその方が、こう、来てくれた人、待って！え？なんかあるぞ、あそこ。え？ちょっと待って。違うよね？ねえ、なんか違くない？あれ。あれ違うよな、お前。ねえ、見て。あれ？ということで、次回、アレリア、謎の建物を探す編、乞うご期待。